ばんは。こんばんは。AKB48 ハルピョンこと橋本アルナです。どうも。このタイミングとは、なんかあります？今日。なんかあります？やばい？この時間に配信したらなんかまずい？ AKB なんかやってる今。やめた方がいい？なんかありましたっけ？テレビとか？なんかあった？なんもない、なんもない。じゃあなんでしちゃダメなのこのタイミングとはって言われたから、なんかあったっけと思って今考えちゃった。めちゃん続けます。こんばんは。いつもより時間が早いからかな。あれですね、明日朝早くて、そう今日なんか最近早寝早起きしたいって思うようになっていて、今そうで10時にはお布団に入りたいなーみたいな気持ちでいて、今で今から配信してお風呂入ったら10時かなーぐらいのタイミングで配信を始めたので、もしかしたらいつもよりは早いかもしれない。確かにそれはあると思います。ね、このタイミング誰だっけ、今このタイミングとはって言ったの誰だったんだろう。見てないや。なんすのさんどうかしました？分かったのかな。ギャローさんミラーボールありがとう。ツーさんマッピーさんハートありがとう。コモさん桜餅ありがとう。髪色もだいぶ落ちてきてますが、しかしって感じです。結構明るくなってきた。でも色落ちしてもいい感じな感じに色を入れていただいたので、コンサート前にもう2週間ぐらい、嘘1週間だ、全然1週間ぐらい経ちました。そう多分色落ちする方がねコンサートより明るいと思います。今の方が多分コンサートより明るい気がする。うん、アイシャドウの色と合ってます。もうメイク落ち落ちだけどよかった、合ってるって言ってもらえて、だいぶ落ちてるけどメイク。そう今日はちょっと予定よりも気持ち早めに起きてメイクしてレッスンしたんですけど、なんか今日も疲れちゃいました。はい。うん、最近なんか毎日疲れてますね本当に。なんか丸一日休みが今んとこまだなくって、コンサート終わってからコンサート終わりましたよねみたいな感覚なんですけど今。あれまだコンサートやってますみたいな感覚としてはそれぐらいの感覚なんですけど、なんか1週間ぐらい
部屋からも布団からも出ない生活をしたい。やばすぎ。でもまだ続きそう。4月の頭ぐらいまでは、それこそ10周年もありますし、まだこのバタバタ感覚がちょっと続きそうなので、スケジュールの苦情、いや別に苦情っていうかしょうがない。春はでも忙しいのがね、こう鉄則だったし、全然しょうがないって感じですかね。いつも春コンあって8の周年あってみたいな感じだったので、全然忙しいのが当たり前だったから、特にって感じ。通常運転。明日はちなみに明日はまだオンラインじゃないのか。じゃあいいや、なんでもない。明日も話し会かと思っちゃった。そうね、出るか分かんないけど、4月4日はりんちゃんの卒業公演あるし、23日はお代理の卒業公演があるので、出るか分かんないけど、そう、それはまだまだありますね。出られるんですかね、わかりません。出れないかもしれないし、出れるかもしれない、誰にもわからないけど、ありはしますね、はい、なんか今日さっきご飯食べたんですけど、一食で1300キロカロリーだった。やばすぎ、食べすぎ、カロリー取りすぎ。でも今日一日本当に水しか飲んでない。ああ嘘、オレンジジュース飲んだけど、でも本当にそれだけなので、まあまあ一日1300キロカロリーなら許すかって感じなんですけど、一食で1300もあったのかって考えると、ちょっとなんか萎えましたね、気持ちが。気持ちが萎えまして、ちょっと何も今したくない気分、何もしたくない気分でドラマ見て、そろそろ配信すっかってなって配信して、まあ寝る方がね、寝たら一番カロリー使うというか、まあためなんて言うんですか、蓄えはしないので、そう、寝ればカロリーを入れることはないので、とりあえず今日は早めに寝ようっていう感じです。イバジュンさん、桜ありがとうございます。びっくりしちゃった、カロリー調べてってなって、そう、でもさっき食べたばっかりだから、ちょっと眠たくなるんで先に言っときます。橋本さん眠くなると思う。でもそう、なんかお風呂上がってから配信しようかなとも思ったんですけど、お風呂上がっちゃったらもうメイク落としてるしなと思って、そうだから
配信しちゃった。これで、ね、メイクしてなかったらね、お風呂入ってから配信しようってなってたんだけどね、メイクしちゃってたから。そう、でもモチベ上げって感じ、毎日の、うん、やっぱ疲れた顔を鏡越しで見るよりいいかなって思っていますね。そう、早く寝て朝入るかも迷ったの、明日のね。うん、でもいや、ギリギリまで寝ようと思ってそうだから今のモチベは、今のモチベ何なんだろう、本当になんか本当にないですね、最近モチベがモチベがないとか言うとあれですけど、こうなんて言うんだろう、ね、これあるから頑張ろうみたいなのがあんまり今ない。淡々と振り覚えてって感じそう、なんかこの日が終わったらみたいなのじゃないかもしれない。コンサートもそう、終わってもあれあるしって、そうレッスン、この今やってるレッスンあるからなーっていうのも思ってたし、そうだからあんまりなんて言うんだろう、大きいモチベ、なんか10周年正直あんま迎えたくなくて、なんか気持ちが途切れちゃいそうで怖いんですよね。すごい今もうね、綱渡りみたいな気持ちそうだからあんまり迎えたくないです、まだ。やっぱキリいいじゃんみたいなこと思っちゃいそうでちょっと怖いので、本当は10周年はちょっとあんまり迎えたくない正直。そう、いやー分かるんですよね、分かりはするんですよ、こうね、なんかいや、ファンの皆さんは全然みたいなことは、気持ちはもうそれも伝わってはきているが、しかしみたいな感じそう、ここまで頑張ろうみたいなのが本当に10周年を迎えるとなくなってしまいそうで怖いです。バタフライエフェクトさん、直吉さん、団子ありがとうございます。燃え尽き症候群、かもそれはあるかもしれない。でもまだなんかわかんないです、やりきった感はでもない気持ち、まだ全然。そうだからそこに関しては多分まだ大丈夫だけど、でもやっぱり一回気持ちがね途切れちゃいそうなのは一番怖いですねそう、燃え尽きはしないけど燃え燃えぐらい燃え尽きてはない、気持ち燃えみたいな感じそう、もう最大火力は越してますよぐらいそうそう、でもまだまだ叶えられてない目標だったりとかが AKB にあるしっていうのは強いかな。
すごい、こんな話夕方の6時からする話じゃないんだけどまあいっか、そうですね、何話そうかな。でも早く一旦一旦さっきと言ってること全然変わるけど、一旦10周年公演を終わっちゃいたい終わってこうちょっと時間空く気がするんで、ちょっとのんびりしたい。そこかな、モチベは。もう一個の会社に10年いることって本当にすごいと思うんでマジ矛盾してるんだけど、真逆のこと言ってんだけど、さっきと。いやそうなんだよね、一回ちょっとね、いやちょ本当に3日ぐらい休憩欲しかったかも、コンサート終わってから3日ぐらいちょっとなんかもうふーみたいな、余韻休憩欲しかったかも、余韻休憩ゼロのまま。まあみんなそうなんだけどね、そう全然私以外もみんなそうなんで、私だけが文句言ってるみたいなあれなんですいませんって感じなんですけど、そう3日ぐらい3日でいい岩内さん、桜ありがとうございます、サプライズレバーさん、桜餅ありがとうございます。波動旅行ね、でも春は行きたくないかも、春は行きたくないかもって言うとあれだけど、今の時期はちょっと嫌かもしれない、こう卒業生とか春休み生が多い季節、多い時期なのでちょっとやだちょっとやだ、ちょっとだから今お願いさ、今波動旅行この日行けますかって言われてもすいませんって言っちゃいそう、ずっと動いてるね、本当に。バタバタだいやでも昨日ね、こう仙台とか福岡とか行ってたメンバーさんもいるので何とも言えないんですけど、北陸応援割ね、でもなんか北陸応援割で一悶着あったらしいんで、ちょっとあんまり怖いあんまりちょっと怖いって感じ。違うグループに入りたいですか？あ、それは全然思ったことない。うん、そう、なんかいろいろあったっぽい。
かが焼き乗って北陸行ってみたい。え、ぜひ。だいぶ先の話ですが、だいぶ先の話にされちゃった。 AKB 卒業後もアイドル続けたいですか？いや、多分 AKB 今の気持ちとしてっていうのもあるし、この10年間、まあまだ10年じゃないけど、この9年と、え、やばくない？あと私もうちょっとで10年なんだ、アイドルなって。え、まあいいや、ちょっと一旦置いといて10年やってきて、まあ、もちろんその他のグループに行って、こう、私もともと AKB になりたいっていうのもあったんですけど、もともと AKB が好きではあったんだが、しかしこう多分私的にはどういうアイドル形態が好きかっていうと、多分こうラストアイドルさんとか、あの旧ジャニーズさんみたいな、こうなんて言うんだろう、一個のグループドーンって大きいのあって、そこにこうちっちゃいグループがいくつかあるみたいな、多分アイドル形態の方がもしかしたらそう、多分なんかそれの方が、そうな、それこそさ、メンバーカラーとかあったりとかして、こうもしかしたらっていうのはあったんですよ。そう、でも私は AKB になりたくて、正直そうだから、でも AKB になりたかったの、だむずいよねだからこそこうチーム性っていうのもう私の中ではすごくなくなったのはすごい、なんか、でもそれこそ8ってそうだったじゃん、基本的に。基本的にって言うとあれだけど、こうチーム8ドーンっていうのがあって、そこがエリアで勝手にじゃないけど、エリアでこう分けていただいてて、でなんか一緒に活動することもあるよみたいな、そうエリアごとがほとんどだけどみたいな、エリアとエリアでゴンみたいな感じじゃないですか。そうだから多分そういう感じに関してはすごくいい感じの形態であったなみたいな気持ちではあったんですけど、そう、ただチームがなくなって、チーム8が活動休止。え、見ました？ Hulu さんの夢へのルート、元チーム8って書いてあった。なんか切なくなった。別にいいじゃん、チーム8でも活動休止してるだけなんだからって、まあ、思ったんですけど、それは置いといて、元チーム8でいいんですけどそうなんですよ。で、そうなんですけど、だからあの、私は正直ラストアイドルさんができた時に、え、私がやりたかったアイドルってこれなんだかみたいな気持ちになったので、めっちゃ心は揺れ動いたんですけど、でも私がやりたかったのは AKB だしみたいな気持ちになって、なんかもうほんほんほんみたいな感じになりはしたけど、そうだからこう今 AKB を辞めて、こういろんなね、アイドル、他のアイドルグループでこう活動してる子たち、それこそメンバーカラーとか持って活動してる子たちとかもいるじゃないですか。だからそういう子たちを見るとすごいいいなって思ったりとか、こう自分たちの曲が絶対に、その CD に絶対に自分たちの声が乗るじゃない、 CD っていうか曲に絶対に自分たちの声が乗るじゃん、もう選抜とかじゃないじゃないですか。だからなんか自分の曲があって自分の衣装があってっていうのってすごくいいなっていう気持ちはすごく生まれはするんですけど、でも結局私がなりたいのって AKB でみたいなそうなんですよねなんか AKB が好きで AKB になりたくて、 AKB の楽曲も衣装も大好きで、だからこそ AKB になれたのが嬉しくて、こう10年弱今日まで活動させていただいてきたんですけれども、でももしこれが、私がこうもっと前の前の前の前から選抜メンバーとして活動していたんだったら、もしかしたら考える気持ちは変わってたかもしれない。
その時の私に聞いてみないとそれは分かんないんですけど、そう、好きだから AKB 受けたし、なりたいと思ったから AKB 受けたし、 AKB がいいと思ったから AKB 受けたのであって、スタッフさん、なんか人によってさ変えれたらいいのにって思う。着信音違った、オフィシャルショップだった。 AKB オフィシャルショップガラコンウィンク発売記念選抜グッズだ。あ、違うわ、違くないわ、選抜グッズでした、すいません。それこそこうどんどん若い子たちが、若い子っていうか、まあ、ハーピーもまだ若いよって言っていただけ、また何、次は何の通知、オフィシャルショップでした、ゆきりんさんのアクスタ出ますようでした、すいません。そう、今何の話してたかも忘れちゃった。まあ、そう、若い子たちっていうか新しい子たちがどんどん入ってきて、新しい子だけでツアーやろうって言ったりとか、新しい子たちは MV あるけどみたいなのとか、こうなんだろう、ね、わかるんですよすごくなんか分かっちゃうのが一番つらい分かっちゃうのが一番つらいですね。選抜になってからやめ、やりたい、やりたいことだったりやれることだったり目指してる部分はありますよ、もちろん絶対的に、そこを目指してる部分はあります。でもそのじゃあ10年間で全く、いやでも分かんない、私の場合に関してはじゃあ10年間であなたに全く一度もこう、これまでの10年間の中でなんかプッシュされてきたことだってあるでしょって言われたら、考えたけどみたいな、そんなにないかもみたいなそう、ってなっちゃった今、若い頃はとか言われるかも、言われるかもなと思って今考えたけど、そうだな、いや若い時もそうでもなか、まあ、エイトとしてみたいな、エイトがこうエイトみたいな感じにはなっていたけれども、そこには私が入っていたわけではないですしみたいなロロロロロロってなっちゃった。そう、レギュラーコーナーがあるのはね本当にありがたい、え、なかったら多分もうやめてます私そう、なかったらもうやめてると思う、自分にしかできないことが、それは絶対にそうあるから、
こそ。そうだな、きっとね。やめたい、やめようかなって思ったのはいっぱいありますよ、時期的には。でもやめてない自分すごいだからこれからの話をしようじゃないか。もうやめてもいいんだよ課金女って言われたやばい、マジ字面おもろすぎてごめん、なんか悲しい気持ちにもなれなかった地面、地面おもろすぎてもうやめてもいいんだよ課金女は。ちょ、地面おもろすぎてフフ爆笑しちゃった、うん、やべえやつすぎたな。ちょっとつい、いや本当に読むべきじゃないものかもしれない、ちょっとつい読んじゃった、ちょっとおもろすぎて本当ごめん。つけたらとんでもない美人が微笑みかけててスマホ落としそう、ありがとう、落としてくれてよかったのにやばすぎごめん。誰に恋をする公園、いや誰に恋をする公園は私まだ出ないっぽいんですよね、なんかスケジュール的にかわかんないけど、そうなんか予定みたいなの見たんで、見たっていうか来たんですけど、なんか全然出ない全然出ない私。そうなんかレッスンしてんだけどみたいな、その予定表にもなくて名前が、だから私何のために今覚えてんだろうみたいな気持ちになってる覚えなくてもいいみたいな気持ちになってる今。いやね、そうなんか、でもこれだけは本当に言っときたいのが、なんかどんだけ初日が遅くなっても私が覚えれなかったから出れないとかじゃないってことだけは言っときたい。それだけは先に言っときたい、うん、だってレッスンとかもまだ終わってない段階で結構先の公演、その誰に恋をする公演の出演メンバーとかも発表されてるんですけど、私の名前が今なくて、そのメンバーの中で言われてる、だからその私が覚えれないから出れないって思われるのが一番嫌だからそう、私は必死に覚えてるし、なんなら一昨日とかやったリハーサルのレッスンのやつも今日リハ終わった後に スタジオ空いてたからやってたし、そうだからなんか私が覚えれてないから初日が先延ばしになってるとかじゃないってことだけみんな頭に入れといてほしいかもしれない。私がどんだけ初日遅れたとしても、なんか他のメンバーは初日迎えてるよとかってなったとしても、そう私言われてないんだよねみたいな感じなだけなのでそう私そうなのよって感じなので、なんか覚え、ハルピン覚えてないからじゃんみたいな感じには言わないでください、お願いします。私だって早くゆりさんと出たいんです。そうユイリーポジじゃない、わかんないっすよ、ユイリーさんと一緒かもしんない、わかんないですよ、ユイリーさんと一緒かもしんない、だから早く出たいって言ってどっちかが2ポジ目覚えるっていうやつ。そうマジでちょっとお願い
それだけ覚えといてください。私が全然初日出れなかったとしても、初日の名前、初日まだみたいな感じになったとしても、本当に覚えられてないわけじゃなくってみたいな、そうね、お願いね私も嫌なの、早く出たいの、早く出たいのに初日まだまだっぽい、うん、全然名前なかった。さすがに1300キロカロリーはお腹いっぱい。全16ポジション覚えちゃえば。なんかいっぱい気持ち悪くなってきたコメント読むだけ読んで溜まってきた下で。ポジション多く覚えれば出られるチャンスは増え、いや多分関係ない、うん、ちょっと待って、本当にお腹、富山弁で腹うい、変更前の音にポジはできる。あ、でも変更前のポジションのポジションもそんな完璧にできてるわけじゃなくて、あとユニット参加できてないので、そうユニットだけは地起こしになっちゃうけど、これ明日具合悪くなりそうなやつだ、食べ過ぎた。いや、なんですぐ来ないんだろうね、こういうのって。お腹いっぱいってなるのに時間かかっちゃうんだろう。すぐ来てくれればさ、食べるのやめようってできるのにさ、これで時間経ってから来るからさ、本当だ時間経ってからさ、こうやってお腹いっぱいだよってなってさ、いいわけなくない？お腹いっぱいだからね。そうしていた、テレテテレテ、誰に対しての文句、人間の構造。なんか私定時で帰る、私吉高由里子さんが大好きなんですけど、そう私定時で帰りますってドラマを最近見て、なんかいいなってなったそう9時6時以外は絶対働かないんだって。うん、まあいろいろあったからそういう状況になったんだけども、でもいいなって。でも毎朝9時に出勤できない気がするから、私そう私毎朝9時に出勤するの無理だから、多分無理です。
そう、コンサートも公演も出ませんって言えばできそう。超問題児、超問題児じゃん。でも毎日6時には絶対終わんのか。いやほら私たちってこう何時に終わるかも分かんないし、もうなんならだってさ定時だ、その6時が定時の人だったら今私残業してるってことじゃないですか完全に。そうでしょう、社会人失格って言われたんだけどね。えひどすぎ、生きていけるだよ社会人失格なんて。ひどいよ、そんなことはないで生きていけるて。社会人生きていけるて。うん、でも6時には絶対帰れんのか。え、ショールームは一応とかじゃなくて普通に仕事ですよ。はい、普通に仕事です。すべての配信関係は私お仕事です。時給じゃないですよ多分これ。もう先輩とかめっちゃテレビで言ってるからいいと思うんだけど、うちら時給じゃないよ。この時間給料でどういうこと？ショールーム？何の話？もう分かんないからやめた。給料の話はアイドルにするでない。やめろやめろ。そう SNS だってもはや仕事、全部仕事。私生きてるだけで仕事、言っちゃえば言っちゃえば生きてるだけで仕事。なんかそう思った方が楽に生きれる気がしてきた。仕事だからそうって思った方が楽に生きれる気がしてきた。うん、生きてることが仕事。よく言うじゃないですか、芸能人は顔が命みたいな、顔傷つけないでみたいな、よく言うじゃん。その顔がどう、顔が整ってるとかそういうことじゃなくて、こう表に出るからこそ顔が命みたいな、傷つけないでみたいな、よく言いますけど、商売道具ですよね。ってことは大事にしなきゃ、もっともっといたわってあげなきゃ自分の体。気をつけます。チャラチャラチャ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 ラチャラチャチャラ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 チャ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 ラチャ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 
チャラチャ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 ラチャチャチャラ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 チャラチャ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 そう、19期の子たちと写真撮れて嬉しかったです。そういえば、さっきツイッターに載っけました。オンライン、あった、オンラインってさ、私何時から何時までの人、2時半から9時、めいめいちゃん、ハルピョン褒めてるね。待って、私が褒められる方なの？何で褒められてんのかも分かんないけど、私褒められる方なんだ。そっかありがとう。私褒められる先輩なんだ。もろすぎる。ありがとうございます、嬉しいです、褒めていただけて。どこで褒められてんだろう、私。ツイッターのリプかなと思ったけど、なかったです。大物ですね。褒められちゃった。え、何で褒めてたんですか？ねえ、何で褒めてたの？誰も教えてくれない。あ、引用リツイートしてくれてるんだ、ありがとう。誰かに似てるんだよね、花田芽衣ちゃん。わかんないや、わかんないんかーい。あ、わかった。でもみんなに名前言ってもわかんないかもしんない。恋愛リアリティショーの子、女子高生ミスコンとかで準グランプリとか取ってた子にめっちゃ似てる。うん、めっちゃではないけどチラッと似てる。うわ、うち30日めっちゃ忙しいやん。え、待って、私こっからさ2週間ぐらいさ死ぬほどバタバタってことだ。頑張ろうちょっと今スケジュール帳見てやばいわと思った。え、26日公演ですよね。私午前中からレッスンあって、朝からレッスンあって、
公演リハ参加できなさそうじゃないこの時間。マジかマジか、頑張るわ。でもまだ出ないからいいやまだ出ないからいいや。毎日早起き、明日早起き、あでも明後日しあさっては私2時からの人だからそんな早起きじゃない。25日もまあちょいゆっくり、気持ちゆっくりって感じかな。週末のオンライン買えばよかった。なんで買ってないの？衝撃衝撃なんだけど、なんで買ってないの？午前中に配信する日は30日かな。うわ待って、26日、ちょっとスタジオカラオケルーム今のうちに予約しとこう。忙しいうち空いてるかな。マネージャーさん、マネージャーさん、あった、お疲れ様です、お疲れ様です。3月、何日前から予約し、いや、ないと思います。空いてるといいな。空いててくれないと私ちょっと。終わり。終わり。終わり。配信できない。26日忙しいし。今聞いてもらってます、聞いてもらってます、今聞きました。先着順です。いや違うのよ、26、そう26は8の公演のリハがあるのよ。そうだからみんな帰っちゃうのよみんな帰っちゃうのよ、先に終わって。そう、その曲に出ない子たちは、そうだからね、その時間しか配信できないかなみたいな感じなのよ。そうそう、そうなの。
めっちゃ待って、ちょっとスタッフさん、マネージャーさんにもう一回送り直す。ちょっとどんどん増えてきちゃった、予約したい日が。お疲れ様です。この日とこの日と、ちょっと待ってね、これだけ終わらせたら。26日のから、え、なんかさ、3月26日めっちゃ16期じゃない？ちょっと私8なんだが8なんだが、10空いています。オッケー。そう、めっちゃ16期。いや、でもみなみちゃんが出てない、私のところ多分みなみちゃんなので一緒なので、みなみちゃんが出てないんで勝手に勘ぐらない方がいいと思いますけどはい、私みなみちゃんと同じポジションだから、4月3日は特別公演だと思いますよ。はい、違うのかな、わからないです。特別公演に当たらないのかな。きっと当たると思います。抽選率上がりそう。そうかな、多分普通ぐらい大丈夫。え、気のせいかな。でもそっか、おだえりとりんちゃんを見れる最後の人もいるかもしれないのか。確かに2人とも一気に見たいみたいな。それはあるかも。そっか、ゆいゆいとかもいるのか。ごめんごめんって、そうじゃんごめん間違えた。
ルピョンがいるから当てたい。ありがとう。どっちがいいんだろうね。まあ9人か。9人ですよね。少な少な。頑張ってやっててください。47分の9、計算したら5.2222。どういうこと？合ってる？私が知りたい数字で合ってる？違う気がする。9÷47？ 何を知りたいの私今。何パー残ってるかを知りたいから9÷47でいいんだよね、きっと。あ、でもそうやって考えたら多いのか。あれ待って、わかんない100人同期がいて60人になったとしたら 60% 残ってるってことじゃないですか。だから 9÷47 でいいんだよね。 0.19、 20% ぐらい残ってんのか。あ、意外と多い。いやでも今の5期生じゃないや、今の19期ちゃんたちが5人いて1人しか残らないって計算ですよね。それはちょっとさ、少ないのか。どうなんだろう。他の先輩たちってどうだったんだろう。15期さんたちってどうでした？何人いて何人残ってた？ 10周年。お願い。と、あ、よし、ありがとうございます。ありがとうございます、感謝。よし、全日程予約できました。なので無事配信場所は確保できましたよかった、よかった。15期をどこまで入れるか。もう先輩は15期、もうセレクションとか関係ない。15期って言われる人みんな15期。
そしたら、いやもう全員入れたら12人ってこと？じゃあ12人いて、その10周年のところは10周年の時に何人残ってたか。うん、10周年で4人しか残ってない。え、嘘だよそれは。10周年で何人残ってました？え、その時もうすでに4人だっけ。今は4人ですよね。表面張力やってた4人で。いやもう飽きちゃった、もう飽きちゃった。10周年公演は7人出てる。あらーってことは12分の7、だから半分近くいるってことでしょ。だ8よりな多いやん。8より全然多い。16期もね、意外、あでもあと2年とかあんのか。でも意外とね多いよね。今8人7人ぐらい残ってますよね。8人。そう、割合で言うとね。元の数がだから12でって計算したんだけど、間違えた私間違えた。いや別にこれをやってじゃあどうこうってわけじゃないですよ。全然全くそういうことじゃなくて、なんかただ知りたかっただけであって、そうなんだなーっていうだけです別にこれだからじゃあ8は 20% だからどうこうとかそういうことじゃなくて、そう普通に知りたい気持ちになっただけ。もうアンチしかわかんやだ、アンチしかわかん。なんで私の配信に来てどうしたいの、アンチは。どうしたいの。消されるだけだよ、消されるだけだよ。そう、気になっちゃうんだね、ハルピョンのことが。ありがとう、いっぱい気にして。ご飯作ってもらい待ちなのかな今
そうなの？コンサート終わってお疲れ様っていう感じなのに。ね、大変。ご飯作ってもらい待ち。仕事で嫌なことがあった。そっか、聞いてやろうじゃねえか。じゃあここで発言できるなら聞いてあげるよ。私人の話を聞くのがそうらしい、良いらしいので。そう、なんかさ、若い子たちの研究生とかに配信するように言ってみたいな言ってくる人たちってさ、私言わないよ。ここでコメントされても別にしたい子が配信すればいいし、それぞれメンバーによって本当に置かれてる状況は違うし、それこそこう、じゃあ例えばね、あのお隣がねちょっと賑やかでとか壁が薄くてとかっていう人だっているわけじゃないですか。そうだからどんなに若い子たちに配信しろって言われても私言わないからね、これから先も別に自分、そう、配信したいって思った子が配信すればいいと思ってるから、うん、だからこれから言わないでそう、いやもうなんか一生来るんだよ、毎日来るから、もうちょっとそろそろ釘刺そうと思って言った。そうそれこそアンチが湧いて配信するの嫌になっちゃう人もいるから、それで自分の心がやられるぐらいだったら配信はしない方がいいと思うし、うん、そう、別に私だって話し相手がいないから配信してるだけであって、話し相手がいたら配信しないよそりゃお仕事とかさ、そうそうそう、言い方変えて言ってみたらいいんじゃない？もっと配信しろよっていうんじゃなくて、なんかもっとまるまるちゃんの話いっぱい配信とかでも聞きたいなとか、そう、言い方変えてみたらしてくれるんじゃない？わかんないけど知らないけど、うん、もっと配信してよみたいなことを言うからきっと本人もやりたくなくなっちゃうんじゃない？で、しかもそれを先輩に言うのはちょっとよくわかんない。うん。そう、先輩に言うのはちょっとよくわかんない。言われたとて。そうそうそう。ハルピョンもっと配信して、ハルピョンもこんなに配信してるよ。ハピョンまだ配信足りないっていうのやばいって、これ以上配信したらもうなんかもっと暇人って言われるんだって、ただでさえ言われてんのにうん。やめ
めてやめて、どんだけさせたいの、ハルピョンに配信。足りないんだうちの配信、私の配信足りないの？これ以上しないけどこれ以上しないよ、うん、結構してる方だと思ってたけどな。そっか足りなかったか。ちょっと驚きだわそれはやりすぎだよ、全時間見てんのかな私の配信。全部見てくれてる？いや全部見てくれててこれ言われてるんだったらもっとやんなきゃいけないと思うけど、絶対全部見てないでしょ。もう1分1秒も見逃してませんみたいな人絶対いないと思うんだよねうん、1分1秒も見逃してなかったら全然言ってください。そしたらちょっと私も改善しなきゃって思うけど、絶対いないって。私と同じ生活してる人以外は絶対いないから同じ生活してるならありえるけどね。いや昨日はねちょっと疲れちゃってた、体も心も疲れちゃってた、だからちょっと配信朝しかできなかったけど、今日は眠いただ眠い。そっか、このファンレベルってあるから、そうじゃんね。橋本ボイス聞かないと体調は大丈夫、ピョンムービーあるから毎日声は聞けるて下話振ると怒るから見れなかった、怒るねえ、怒るからとか言わないで怒るけど聞いてないのって怒るけど怒るけども、怒るよそりゃ。え、てかさあ、まあいいや、これは何でもない。疲れちゃった、ちょっと顔の上しか映さない。確かに桜咲かないね、桜咲きましたってニュースないね。確かに寒いよね、3月なのに。心も体も寒いね起きたら雪積もってた。すごい。ごめん、あくびした。財布も寒い。わかる、もう交通費交通費みたいな感じ。今日も IC カードにチャージした。え、私もダウン昨日着てたんだけど、なんかダウン着た、このダウンの状態でこうやって顔を疲れたって触っちゃって、ここが
すごいファンデだらけになって、もうそのダウン着れなんか、もうずっと着てたダウンなのに着れなくなっちゃって結構ショック。そうメイク落としとかで落ちんのかなあいうのって。そう黒のダウンだったから余計にこうラメラメとかファンデーションの白いの、白いのっていうかお粉の白いのとかめっちゃついちゃって、そう結構ショックです。でこうやってここのここボタン止めてこうやって首こうやってうずめるから、ここにもファンデーションめっちゃついてるんですよ。えでももうこれも結構な年数着てるので、そうまあ買い替えの時期ではあるかなぐらい。あのなんだっけあれ名前出てこない、駿河湾フェリーにあのイラスト描いたじゃないですか、テレ東さんで。あの時から着てるやつ。そうだからもう結構長い間あのダウン着てるので、もう寿命ではあるかも。汚されて喜んでた、喜んでたわけじゃないですよ。あの雰囲気が悪くなるのが私は一番嫌いなので。そうめっちゃ汚されて喜んでたわけじゃない、なんか場の雰囲気が悪くなって汚れたみたいになって、なんかあすいませんみたいな、何してんだよみたいな、そういうのが一番嫌いなんですよね。そうだからこっちが大丈夫ですっていう感じ出したら、あ大丈夫なのかってまあなるっしょ。うん、なんか私はその場の雰囲気が悪くなるのが、それで自分の心がめいっちゃうんですよね。あ場の雰囲気悪くなったっていうのが分かるからこそやばいみたいな、それで気持ちが逆にね、その汚れたことで気持ちがめいるわけじゃなくて、汚れてスタッフさんがあたふたしてる、誰かがちょっと嫌な気持ちになったりとか怒るとかっていうのがあって、あ空気悪が一番嫌なの、それで気持ちがめいる。うん、この間さよくわかんないさ、よくわかんないとか言っちゃダメなんだけど、なんか難しい電車に乗ったのね。電車に乗ろうとしてたら、なんかその一つの駅にいろんな線があってわかんなくって、東京初心者すぎて、そうわかんないってなって、でなんかその、ま、入っちゃったんですよ最初に一回で、あれみたいな、行き先違うじゃんみたいな、この電光掲示板に書かれてるやつと行き先違うじゃんってなって、えわかんないわかんないってなって、とりあえずどうしようって思って、一旦こうめちゃそのなんていうのピーって入った改札の中でこう調べてたんですよね。そうそしてあこれじゃなかったんだと思って出ようと思って、あのでもそのピーって出れなくて、そのたまそのままだと、そうでその駅員さんにすいませんみたいな、間違えて入っちゃってって言ったら、なんかだいぶ長い時間おられましたけどみたいな、いやもう東京初心者に言わないでみたいな、もうそれだけでもうなんかあもう無理、電車乗りたくないってなった、もう家から出たくないってなっちゃった。そう分かんないんだもんと思って、そうでもすごいなんか高圧的に言われたんですよ、それがだいぶ時間経ってますけどみたいな、いやだったらこんな分かりにくい駅にしないでくださいと思いながら、あーもう無理だと思って、そうそんなさ1時間とかさいたわけじゃないんですよ、30分1時間とかいたわけじゃないのよ。そうなのになんかそんな言い方されて
しょんってな、もう絶対東京住めねえなってなった。うん、本当に。優しく聞いてくれればいいのに。いやまあそういうので悪いことをする人がいるからだと思いますよ、きっと。こうなんか入ってこう電車に乗ってあってなって引き返すとか、入ってじゃあ例えばそこら辺でなんかじゃあ何がいいですか、なんか待ち合わせしてなんかコンビニでなんか物買ってとか、そういうのじゃない。もうカバンもこんなちっちゃいサイズで行ったし、レジ袋とかも持ってなかったから。そう、でもまあそれが仕事なのも分かるんですけどね。そうやってでもそうやって悪いことをする人がいるから、そうそうやってちょっとでもね、長い時間なんかピッピッとかだったらあれだけど、ちょっとでも長い時間あれだったらあれれってそうなるのも分かるんですけど、でもカバンこんなんでコンビニもさ別に寄ったわけでもないしさね、そこで電車に乗ったわけでもないんですよ、その駅で。え待ってみたいな、なんか違うんだけど電光掲示板こうやってなってえって思って、もうでも調べることしか私には経済できないから待って、でもこれ今何みたいなそう難しいのやめてほしい。あといっぱい一つの駅にいっぱい路線あんのもやめてほしい、うん、そう。多分払わずに間違えた料金で多分出してくれたと思いますよ。どっかの駅で降りてたりとかするわけじゃないから、うん。いや分かるんですけどね、私もすぐにじゃあ駅員さんに聞けばよかったではあるんですけど、分かんないってなった時点でね、したらすぐ解決したのかもしんないけど、そうネットで調べちゃったから、うん。とか改札内でやるんじゃなくて、もう分かんないってなった瞬間に改札から出してもらって、その改札外で調べたりとかすればよかった話ではあるんですけど、そう、うん、難しかった。東京の電車って難しいって思いました。なのでもうなんか苦手です。もう一生あの駅は使いたくないです。なのでよくわからない場所に行かせないでくださいお願いします。落ち込んじゃった。あーもう嫌だって思ったもん、もう嫌だって、電車乗りたくない、このままこのもうなんかこのままこの駅もうなんかどっか遠くまで歩いていきたいって
なりました。うん、そう、ちゃんとでも安心してください、ちゃんと合ってる電車に乗ってその遠くまで歩かなかったです、安心してください。そう、悲しかったなって、もうだから電車嫌だもともとあんまり好んでないけど、もっと嫌だって思っちゃった。うん、電車が悪いわけじゃないんだけどね、別に。メンバーは免許持っていても車通勤は NG。 まず止める場所がないんじゃない、普通に考えて。そう、駐車料金高いし、車持ってないし、うん、車の維持費とかかかんないし、かかんないってか無理でしょ、駐車場代とか。そう、東京駐車場なくない、全部基本的にコインパーキングみたいなところばっかりじゃない。うん、てか車乗ってんの多分ゆきりんさんぐらい、あとなるちゃんかなぐらいです、あとみんな全然。いや、もしかしたらこう事務所仕事とかで事務所のね車に乗ってたりとかはするかもしれないですけど、うん、全然。ね、車までじゃない、車で毎日。でもタクシーも怖くないですか、だってさ、もうさ、それこそ昨日見た水溜りボンドさんの動画なんですけど、そうだなと思ったのが、タクシーとか、まあタクシーだけじゃないけど、車ってハンドル持ってる人が全て決定権を握ってるわけじゃないですか。でしょ、だから連れ去られるもその人次第だしそう、全然。しかも東京の土地勘なんてゼロだし私だからここで、でだからなんか分かんないから、タクシー乗ってんのも私いつも怖いです。はい、え、もしこのまま私どっか連れ去られたら今日劇場公演出れないやとか思いながらそう生きてます。
そうね、だってね、普通にまあそうですよね密室に大人、自分よりは強そうな大人と二人きり、もう恐怖。普通に、いや私がこれでこう屈強そうなゴリゴリマッチョの人だったら絶対にそんなことないのかもしれないけども、こんなボーンボーンってどっか行きそうじゃないですかでしょ、だからいつもビクビクしてます。はいを怯えながら生きてる私、もうなんか生きるの大変そう、ハルピョン普通に客観視した結果、ハルピョン生きるの大変そう頑張って生きてます。え、だって毎日じゃないけど夜遅くまでレッスンあった日とかは、このまま私、え、だからなんか人が前から歩いてくるじゃないですか、このまま私ここで今この人に刺されたらどうなるんだろうって思いながら歩いてます。昼間はね人のねこう通りとかが多いからあれだけど、夜とかレッスン場からの道とか、これ私ここで前の前から歩いてくるあのサラリーマンの人にぐさって刺されたら私どうなるんだろうって、もし今日あったのは、もしもここで私がこの車に今跳ね飛ばされたら私ってのどう報道されるのかな、住所ってバレちゃうのかなとかAKB って書かれんのかなみたいな、え、なんて報道されるんだろうみたいなそううん、一生考えてる。そう、うん、20代女性がって発表されんのか、 AKB48 の橋本春奈さんがって発表されんのか、どうなんだろうなみたいな、うーんって考えながら生きてます毎日。やばすぎる。うん、まあね、備えあって憂いはなしなので大丈夫なんですけれども、自分の身は自分で守らなければいけないので、こうなるべく人通りが多い道を選んだりとか
してますよ、ちゃんと。私もこう夜中歩くとき、この携帯のねホームボタンっていうのかな、ここ5回押すとあの通報って言って通報されるので、そうビヤビヤビヤみたいな、めっちゃでっかい音鳴って通報されるので、そういうのをなるべくこう携帯をこう手に持ちながら歩いたりとかしてます。今日だけじゃないですよ、ずっとこれまでもそうでしたよ、別にずっと、うん、全然これまでもそういう気持ちで歩いてた。今日たまたまこの話を一気に全部しちゃったからみんなが不安になってるだけであって、全然別に毎日こうやって思ってます。はい。全然関係ない。みんなが急に不安になっただけ今でも逆にこうね、富山のな夜も怖いですよ。え、私これ本当にでも普通に中学校とかの時から思ってました、塾の帰りとか。そうゲコゲコカエルが鳴いている田んぼ道を歩くじゃないですか全然普通に思ってましたよ。ここから今これ目の前から私人来て刺されたらどうなるんだろうとか、そう、え、全然思ってた普通に、うん。そうです、これいつ見つけられるんだろうみたいな、うん、もしかしたら見つからずに白骨化すんのかなとか考えてました。なんでいつも刺されるのえ、だってこうこううん、そうです。うん、いや、おかげさまで23年間生きてますけどそんなこと考えながら23年間生きてますけれども、私、ありがとうございます。そうだよね、こんな怖い怖いって言ってる人のにね、確かに日本はトップクラスで安全。まあそうね、恨まれてますか。え、まあ恨まれてなくはないんじゃないうん、別に23年間生きてきて恨まれ、みんな、じゃあ私は絶対に恨まれてないですって自信ある人なんているのかな。いないですよね。まあ、どっかで誰かには恨まれてるんだろうなって思いながら生きてますけど
波程さんハートありがとうございます。だからみんなも気をつけた方がいいですよ。あ、全然なんか闇落ちしてるとかじゃない、本当にこれは本当に私ずっと思ってたこれは本当に私ずっと思ってたんで、あの本当になんか今めっちゃ闇落ちしてる人みたいになってるんですけど、全然あの中学校小学校中学校とかの時から思ってたんで、小学校中学校の時から闇落ちしてたんじゃないって言われたらちょっとそこまでかもしれないんですけど、あの全然全然大丈夫だよ、みんなハーピョン安心して。浩平さんハートありがとうございます。全然闇落ちとかじゃない。 HKT さんハートありがとう。だってぶつかられるもんぶつかられるもん私。そう、まあ危ないに越し、ん？危ないって危険を感じるに越したことはないので大丈夫です。ん？合ってる？危険をちょっと分かんないや。スマホ見ながら歩いてないです、全然全く。そっちの方が危なくない？本当にそれこそさ、前からさこうやってナイフ持ってきた人がこうやって来ててもスマホ見ながら歩いてた、うーいって行かれるわけじゃないですかそっちの方が危ないじゃん、見えてないんだもんここしか。そう、基本刺される、そう基本私刺される、うん、基本私刺されると思ってる。え、もうだからいつでも刺される準備はできてます逆に言えばね、刺される準備はできてるけど刺さないでって感じそう、刺される、いつでも、あ、私今日刺されるかもしれないなっていう気持ちはあるけど刺さないでほしいやばすぎ。だってさ、こうやってすれ違って通り過ぎたここの人がさ急にさ後ろからドドドドドンクサッ回るかもしれないじゃないですかそうですよ。だからいつ何が起こってどこで私がグサって刺されるかなんてわからないんですから、皆さん、みんなもだよ目の前からドドドドドグサッがあるかもしれないんだから、本当に気をつけてください。これ笑い事じゃない。本当に気をつけて。マジで。うん。8時になったらランキング読もう。
眠たい、お腹がいっぱい、もう無理34年間生きてきて街中です5回ぐらい強盗にあったからやばすぎるでしょ。強盗会いすぎじゃない、どんだけ盗まれてんのもの。めっちゃ不用心すぎない？今日はお腹は痛くない、あ、私元から痛くないです、治りましたって来てる。私お腹痛くないです、全然。はい、元から全然痛くないです。超元気。海外に一人旅、でも怖いよ。一人じゃなかったら行きたいって思うかも。でも行ってみたいって思うかもしれない。学校でお化け、はあ、私もある、学校でお化け盗まれたこと笑顔で言ってるけどマジで最悪だった本当盗んだやつ出てこいって感じ体操服と日焼け止めも盗まれた本当に本当に最低。いや、あげるから新しいの買ってって感じ。じゃああげるから、私が使ってたやつが欲しいならあげるから新しいの買ってくれるって気持ちでした。本当に本当にそう。自転車ってどうやって乗って盗まれるの？鍵ついてるじゃん。鍵ついてるのに鍵壊すってこと？うわいって、そこまでして自転車欲しかったんだね車に乗せちゃう、なるほどね。やったことあるタイプの人はやったことあるタイプの人、車の鍵こ、そうなの。春樹に心を盗まれました。笑顔と歌声で世界を照らし出せ、行くぜ。バト。ママいらぬハートは狙い撃ち。違うアイドルさんの曲。あとなんかあるかな。シェアハウス、私でもね、シェアハウスね、住んでみたいなって思ったことありますよ。アイドルしてなかったらシェアハウス住んでみたいなって思ったことはある、めっちゃ。だってさ、一人の空間もあれば、その私寂しいから配信よくしてるけど、寂しいと思ったらそのみんながこういるところに行けばいいって話じゃないですか。そう、だからそれはね、いいなとは思いますけど、うん、病名は全般性不安障害
男女共共何共共あ同じあれってこと？えだって別に部屋は別々ですよね。部屋は別々ですよね。自分の一人の部屋があるんなら別に何でもいいです。別に私パパと同じ洗濯機で洗濯物洗わないでって思ったことも別にないし、うん、さすがに知らない人と同じ洗濯物を一緒に回すのはちょっと嫌だけど、でも別に洗濯機が一緒は別に何でも どうぞって感じ。同じタイミングで回すのはちょっと嫌かも。パパとは別にもう同じタイミングでもいいですよ。全く分けたことなんてないと思う。むしろパパが分けてる、なんか自主的に。なんで？そういえばなんで？うちらのこと嫌われてる？あれ？あれ？あれ？嫌われてる？もしかして？あれ？気まずい時間流れた。配信終わろう。え、レミタンなんでここにいるの？レミタン今日レッスンだったの？お仕事かな。タオルの共用？え、待って、同じタオルを一緒のタイミングで使うってことですか？洗ったタオルなら別にいいですよ、全然使えます。え、でも洗ってないバスタオルで一緒に拭くのはちょっと無理かもしんない。さすがにそれは嫌かもしんない。うん、それはさすがに一回ちょっと洗濯してってなるけど。うん、別に。それはそう、ごめん。そうだよね、ごめん。さすがに そりゃそうか、ごめん。なんかすいません。1位ヨッシーさん、急にランキング読むのやばい。1位ヨッシーさん、2位直吉さん、3位ギャローさん、4位サプライズレバーアットピョンドさん、5位トラックヤローアットゴリさん、6位イバジュンさん、7位トメイキさん、8位一乗寺ヒカルさん、9位関東の路線が分かる鉄道のエイトさん、10位長月さん、11位アキラ852さん、12位竹兄さん、13位やっちんぴょんず、きときと笑顔大好きさん、ありがとうございます。ということでありがとうございました。明日の配信なんか変な時間って言ったっけ。そう、変な時間かなって感じ。もしかしたら夜もできるかもしんないけど、わかんないです。気持ちと私が歩いてる時に刺されなかったらですけど。あ、スクショできなかった。あ、ダメだった。ちょっと違う、別の全然違うことをスクショしようとしてる。よし、OK。あ、すいません。明日金曜ロードショーなんだ。え、待って、明日何時までレッスン？うわ、見たいかも。ちょっと待って、何時明日のレッスン？うわ、間に合うか。何明日？あ、魔女宅見たことあるよね、うち。え、ないっけ。え、ありそうだけど、でも記憶ないや。
ちょっとわかんない。とりあえずお昼ぐらいに15分だけ配信して、レッスンの合間に、でできそうなら勤労見る、できなさそうならっていう感じかな。あれ魔女宅見たっけ。いつ見たんだ。まあなんか疲れてたら見ないし。うん、一緒に見よう。してた、あ、してた、じゃあやめますか。してたって。じゃあやめよう。じゃあやめときます。まあ気持ち、気分次第で。あんま記憶ないんですけど。ということで、それではまた明日、じゃあお昼にするかも配信。まあわかんない、もうなんか気分で配信です。ということで、それでは最後にキャッチフレーズをして終わりにしたいと思います。はい、ウサギのようにぴょんぴょん飛び跳ねるのはハルー、ありがとうございます。今日も自慢のラビットチャンプで1922盛り上がりの皆さんにきっときっとがお届けしちゃう、富山県出身ハルピョンこと橋本春奈でした。すみません、なんかちょっと不安が募る配信になりまして、金曜ロードショーもまた見てたら教えてね。なんか何でも見たい人間だからさ、何でも一緒に見たいハルピョンだから、見てたら教えて、また見てなくてもまた教えて、お願いします。それではまたね、おやすみ。今日の目標は10時にお布団。バイバイ。